立体的な気境の貼り絵を早送りでご紹介します。ダウンロードした花の型紙を A4 上質紙にプリントアウトします。裏の白い方に空色とローズの絵の具をたっぷりの水でにじませながら塗ります。葉っぱや萼も A4 上質紙にプリントアウトします。葉っぱは青と黄緑色を混ぜながら塗りました。絵の具はできるだけ残らないように使いましょう。色を塗った紙が乾いたら線に沿って切り取ります。花を折るときは花びらの先が真横に来るように置いて半分に折ります。これを花びら一つ分ずつ回しながら繰り返します。全部折れたら山折り谷折りになるように折り癖をつけます。つぼみは糊かボンドを花びらの細い方に塗ります。少し重ねて貼り膨らみを出します。緑色に塗った紙を型紙の線で半分に折ります。折り目から遠いところの葉や萼から切っていきます。切った葉は真ん中に折り目を入れておきます。花の中心にパンチで抜いた黄色い紙を貼ります。つぼみの根元には萼を貼ります。今回は下草やススキを台紙に書いておきました。はみ出ても良いように紙を敷きます。筆は立てて持ち肘を支点にして丸く書くと書きやすいです。草の方向を変えるときは紙の方を動かしましょう。黄緑色と黄土色を混ぜて使いましたが、濃い色の画用紙に書くときは白を少し混ぜた方が色がはっきりと出ます。台紙に貼るときは花の位置を先に決めましょう。黄色い紙を丸く切ったお月様も用意しておきます。お月様は端まで糊をつけて貼りましょう。気境の花は真ん中だけにボンドをつけ、しっかりと貼ります。つぼみや葉っぱは花の周りにバランスよく貼ります。雲に見立てたお花紙を手でちぎって貼り付けて出来上がりです。花や葉の色合いや貼る時のレイアウトを変えて自分だけの貼り絵をお楽しみください。